プロ野球選手。通算で303セーブを記録。そのうち、クリーブランドインディアンスでは、通算129セーブを記録し、2006年5月7日に、ボブ・ウィックマンによって更新されるまで、球団記録であった。1982年4月9日に、ミルウォーキー・ブルワーズで、メジャーデビュー。1985年4月3日に、クリーブランドインディアンスへ移籍。 1986年に4年ぶりにメジャーで登板した。1988年は自身初めてオールスターゲームに選出された。最終的に37セーブを記録した。1990年には自己最多の43セーブを記録し、1995年に ホセメサが46セーブを記録するまでの球団記録だった。1991年はシーズン途中に4年ぶりにマイナーで登板をした。9月にメジャー復帰後は先発投手を務めた。36試合の登板で防御率5.547セーブの成績でシーズンを終えた。オフに FA となった1992年1月24日に ヒューストン・アストロズと契約。同年は、自己最高となる80試合に登板し、防御率1.83を記録した。1993年は71試合の登板で、防御率4.54と、成績が悪化。1993年オフに、抑えのミッチ・ウィリアムスとのトレードで、ジェフ・ジューデンともにフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。 1994年は47試合に登板し、防御率2.1727セーブを記録。1995年は、ボルチモアオリオールズで52試合に登板し、防御率5.0122セーブを記録した。1996年は、シーズン半ばにシカゴカブスから、フルス・ミルウォーキーブルワーズへ復帰した。 通算で52試合に登板し、防御率4.223セーブを記録。1997年は75試合の登板で、防御率2.0236セーブを記録し、ダンプリー・サックが1989年に記録した33セーブの球団シーズン最多セーブ記録を更新。1998年7月23日に、エリック・プランクとのトレードで、 フルス・クリーブランド・インディアンスへ復帰した。オフに FA となった。1998年オフにオークランド・アスレチックスと契約。1999年9月11日のタンパベイ・デビル・レイズ戦で史上11人目となる通算300セーブを達成。2000年を最後に現役を引退。2021年11月22日に死去。 64歳没。死因は非公表だが一部メディアは新型コロナウイルス感染に伴う合併症で死去したと伝えている。ありがとうございます。